カーボンナイロンは強いでしょうか。カーボンにナイロンを混合するってことは基本的に不可能に近いんですよ。フロロカーボンというのは他のものを受け付けませんから、単純にナイロンコートをしたコーティングしたみたいなことであればそれはそれで剥がれちゃうんですね。ただメーカーさんによってはそのボナンダ加工みたいにする上にこううっすら、まあ、ちょっとだから何回か投げると取れちゃうんだけど、ね、そういう加工を言ってることもあります。沖縄のリフトでルアーを釣りをやってるんですが、最近よく見かける、カーボナイロンをリーダーに使おうと思ってる、ですが、ジムから見てカーボナイロン、使うのはそれカーボンにナイロンを混ぜたとか言ってる変な人ってこと？もしかしてカーボンとナイロンは混合しないのよ。くっつかないのよ。剥がれちゃうのね。カーボン系のやつこう塗りましたっていうのはあるけど、普通のナイロンリーダーの方がいいと思いますよ。使っているラインの寿命は何年ぐらいで、何年も持つわけないでしょ。ね、基本的にはですね、フロロカーボンは1日、ナイロンラインは3日。P ラインは5回、というふうに考えていただくといいと思いますね。そこで弓は尽きておりますが、その先使えないわけではない。フロロカーボンのラインは、ね、なぜ1日かというとですね、ガイドについた砂ぼこりだとか泥水の泥、海で使いますと、塩、などで表面がガリガリに削れてますね。あの俗に言う今あのタラちゃんがガリガリ軍食っておりますけども、それと同じような状態でもって表面がですね、まあ、非常に傷つきやすいというのがフロロカーボンです。1日で真っ白になるのはそのせいですね。だからそれで、まあ、もうほぼほぼ表面も傷だらけだよって言ってるところを無理やり2日3日と、使う方もいますが、ナイロンの場合は1日使った程度では表面が傷がつかないというところになりますね。まあ、それでいきますとフロロカーボンと同じぐらい表面に傷がつくのがだいたい3日使ってる人はナイロンは9日ということになりますね。P ラインはですね、まあ、そこそこ持つんですけども表面がもう削れてすぐに毛羽立ってしまいますね。皆さんもう毛羽立つのが分かりますね。毛羽立ったら終わりだと思ってください。それでもまだ芯が少し残ってるからと、まあ糸は細くなるけど、っていう状態でもまだ使っているというんであれば、僕らが言う、5回ぐらい使えるよっていうところ15日間ぐらいだと思っていただいていいでしょうね。劇動画見た皆さん、こちらの方ですね、またはじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、またはじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。